ちょっと想像してみてほしいんだけど、とある一つのツイートがあなたのタイムラインに流れてきました。例えばそれが法に引っかかるようなことだったりとかではなくて、例えば、ああ今日も一日疲れたなーというツイートだったとする。それに対して、世の中にはもっと辛い人がたくさんいます。働けるだけありがたいという気持ちはないんですか？その程度の仕事で疲れたなとかよく言えるね。みたいなこと言ってくるやつ、いませんか？あ、ちょっとだけ待ってもらってもいい？どこかの誰かがつぶやいた特に悪意も感じないただのツイートを、たとえそれが多少誤解を招くような内容であったとしても、その一つのツイートをその人の全てかのように勝手に捉えて、謎の正義感や価値観を勝手にこすりつけてくるやついない？不愉快のおすそ分けやめてもらってもいい？相手を否定する想像力は湧くのに、人を肯定する想像力は湧かんのかね。しかし、たとえその人のツイッターを遡って全て見たとしても、その人の人生とか人間性とか全て見えるわけじゃねえからな。だってあなたが実際に関わってきた友達だってパートナーだって親族だって、その人の全てを見ることはほぼ不可能。なのに何分かったつもりで誰かを否定してんの？暇なの？脳が単細胞なの？ゾウリムシ、ミドリムシ、青みだろ？またはエスパータイプのポケモンから何かですか？最強光線で粉末にすんぞおめえ。ましてやツイッターなんて無料で見れるし、基本的に金銭が発生しないものなんですよ。そもそも無料で見れるものに対して、ガタ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 抜かすやつはさ、ボランティアで炊き出しをされている方たちに、え、これまず？え、なんかバリエーション少なくないですか？え、なんか具材が少ないから増やしてもらってもいいですか？とか文句言ってんのと一緒だかんね。そんな三角コーナーのような人間性の方たちは炊き出しの具材にでもなっとけ。食材ゲット。今柔らかくしてるの。